はい、お疲れ様です。まあ世の中ね、詐欺全盛時代ということで、まあ詐欺師が悪いのは間違いないんですけども、この簡単に騙されちゃう人がね、未だに後を絶たないっていうのはどういうことなのかなと思っちゃいます。特に詐欺師の手口ってバンバン毎日のように公開されてるわけなんですよね。なのにもかかわらず、なんでね、なけなしのお金を人に預けて、それを奪われて泣き言を言ってるんでしょうかってとこなんですよ。で、今回はね、空の女神も狙われたスカイプレミアムの FX 投資詐欺ということで、また FX に悪い印象を植え付けようとしてるのかもしれませんけども、記事はこういう風になってます。米倉涼子の元不倫相手と再婚した女詐欺師が夫婦で手掛けるタンザニア金取引詐欺、参政党の代表が広告党のサイバーセキュリティ詐欺などなど、この欄でも紹介したが、今度はキャビンアテンダントが絡んだ FX 投資詐欺ということですよね。まあこれに対してですね、かなりの被害額が出てるそうですね。1200億円ほどを集めて、詐欺の被害がだいぶ出てるということですよね。今は原告35人から総額2億5000万人の詐欺の被害が出てるということでございます。ちょっとここでね、テクニカルの画像を見したいと思いますけども、そもそもね、 FX でなんで詐欺にかかんのって私の方は思っちゃうんですよ。あのテクニカルっていう考え方があるんですけども、 FX なんてね、人にお金預けて任せなくったって、別に自分で判断できるわけなんですよね。自分で判断できますよ。あの高い確率を持って勝つことができます。例えばね、まあいろいろありますけども、包み足っていうのを紹介しましょう。包み足っていうのは短いロウソク足があって、その次に長いロウソク足がビューって出るやつなんですけども、これがね、この2つの形でもって下に動くよってことを示唆してるんですよ、ね、例えば陽線って言ってね、赤い線がここにあります。ここにね、陽線で、陰線って言って今度青い線がこちらにあります。この際ヒゲは考えないでいきますけども、この2本の線が出た後って高い確率で下の方に向かうんですよね。じゃあちょっとピックアップしてみましょうか。ここ見てください。下の方に向かうよってことで、このサインが出てからというものを下の方にズバーっと言ってますよね。じゃあ次どこがあるかな。ここですね。すぐ目につきますね。ここね、短いのの次に長いのが出てるでしょ。さあこの後ってのは下落に向かうよ、下に向かうよってことなんですけども、下に向かってるでしょ。ほら、分かりやすいわけですよ。でその他、そうですね、ここはどうでしょうか。ここもありますね。ここにも包み足が出てるんで、今後ここを割って下の方に行くんじゃないかなっていうふうに私は考えますね。こうしてると負けの確率って少ないわけですよ。勝ちの確率が高いわけですよ。で100回 FX で取引したとしてね、100回ですよ、49回負けても51回勝ったら勝ち越すことができません、この差額の2で、うん、だからこれなんですよね。そうすると、まあ、例えば簡単に言って月利 2% っていうのは取っていけるわけですよ。この計算式分かりますかね。この計算式が分からないと詐欺にかかりますよ。簡単でしょ。でもう一個画面見せましょうか。テクニカルの技で押し目ってのがありますけども、押し目ってのは、ね、要するに上がっていく途中で一旦下がることのことなんですよ。これを押し目っていうのか、それとも下落をしていくその前兆なのかっていう見分けが難しかったりするんですけども、押し目ってのはどっかでまたね切り返して上昇に向かうんですよね。じゃあどこに入ったらエントリー、つまり、お金を投入すればいいかっていうと、まさに折れ曲がったここなんですよね。ここがネックラインってことになりますから、じゃあね、押し目かどうか分かんないけど下がっていった、で押し目を実現させるか、それとも一時的なものか知らないけど上に上がっていった、ここを超えたらエントリーでいいわけですよ。そうしたらどうなります。その後ここまで上がってるわけでしょ。でこれが押し目をまあ見るってこと、テクニカルなんですよね。で同じ形がもう一個出てますよ。どっか分かりますよね。上昇していく途中で下がって上昇しました、ね、ここを超えたらエントリーすればいいわけでしょ。ここを超えたらね、まさにここでですよ。じゃあ次です。じゃあそういうこと言うんだったらこれはどうだっていうふうな意見が出そうです。ずっと上がっていって、じゃあこういうふうに落ちていきましたということは、ここを超えたらエントリーすればいいのってことですけども、それはその通りなんですよ。
ね、ここを超えたらエントリーしますよ、さすがに。ね、ここですよ。だからそれを遠い視線で待ってます。でも、下落が始まって以来、ちょっと上昇していく見込みはないよねっていう判断しますね。なかなかね、上がるところ見えないですよね。そればかりか、ヘッド&ショルダーっていう形があるのをご存知ですかね。ヘッド&ショルダーっていうのは上がっていって、さらに上がっていって、で、こっちの方でそんなに上がらなくってっていう形。三尊とも言いますけども、このお地蔵さんがね、祠とかに3人並んでいるんですよ。お地蔵さんがここ、ここ。そして一番偉い人がここ。一番偉いんで、背が高いんですよね。で、これを三尊、三つの尊いものっていう意味なんですけども、英語で言うとヘッド&ショルダー。つまり頭があって両肩がここにあるよねっていう風なタキシードを着ている状態なんですよ。じゃあもう一回整理しますけども、ヘッド&ショルダーが出るとどうなるかってことです。ヘッド&ショルダーってこの形が出ると、実はね、急速に下落に向かうんですよ。もう一個条件があって、高値圏でこれが出るとってことになります。じゃあ今見てるチャートなんですけども、どういった図に見えます？高値圏は高値圏ですよね。安値圏っていうのはこの図でいうとこの辺です。上の方に上がっていたので高値圏でしょ。ぐーっと上がっていって、ここに肩が1個あって、大きな肩があって、そして小さな肩がここにもう1個あるでしょ。どうですかね、これ似てませんか、これとこれ。似てないっていう方はね、セルでエントリーしないでくださいよ。で、私は非常に似てると思うんで、ヘッド&ショルダーが起きて下の方に下落するんじゃないかなと思っているっていうところです。で、これがテクニカルで解釈するってことなんですよ。で、こういったことを学んでいったらね、別にその詐欺師集団の手借りなくてもいいんですよ。というよりも、詐欺師集団と絡んで連絡待ったりとか、パーティーとか行ったりとかして無駄な時間を過ごすよりも、こういったテクニカルの理論を一つ一つ学んでいって実践すれば、別にたった一人でね、人の手借りずに勝てるわけですよ。で、そのテクニカルを学んでいけばいい話なんですけども、なぜかね、テクニカルを学ぶよりも、このすごい人のね、サイン、ここで買いましょう、ここで売りましょうっていう風な、そういった連絡待ち、 LINE でサインを送りますからみたいなのを依存しちゃうんですよ、それが本当かどうかわからないけども、そういう通りね、そういった有名トレーダーの、バイとかセルの情報が本当かどうかわからないでしょ。そもそも見分けられないじゃないですか、勝てるかどうか。だから困ってるわけでしょ。でもテクニカルってこういう風にもう公式ができてるんで、その公式を覚えて実行するだけなんですよ。でむちゃくちゃ簡単だと思いますけどね、まあ、というところでね、今回はね、相場解説以上になりますけども、くれぐれも FX に関わる詐欺にはかからないでくださいよ。なんか一ところによると、エクシアっていうところも最初は FX を匂わせてね、人を集めてたらしいですけども、なんかそんな FX なんて人の手借りずに借りないとできないもんなのかなと思いますけどね、もちろん勉強中の間はしょうがないですけどね、人の手を借りて勉強すればいいんですけども、こと実践になるともう他人は必要なくなると思うんですけどもね。まあ、一人でできるのがこの FX 投資のいいとこだしと思うんですけども、いかがでしょうか。